今日はですね、この本、本田四郎無冠の巨匠っていう本を、書いてくれた、切通し利作君をお呼びしてですね、僕彼とは25年ぐらいの付き合いなんですけれども、会うと飲み屋で怪獣話してるような仲間なんですが、徹底的に、本田一郎監督の話をしたいと思います。はい、ということで、切通し利作君、拍手でお迎えください。君とか言うと悪いね、もう。いや、別に50過ぎて。いや、話しやすい。もう20代 の、 この間ラジオでお互い童貞だったとか間違いません。言ってましたけど、そうですからね。ただ結婚は僕してなかったんですよね。そうか、はい、本当に。もう今結婚してますけど、その時は結婚してなかったです。25年前だね。あれはだから、なんだ、あの時だよね。一番最初あったのって。僕がサラリーマンで、はい、市川新司さんの怪獣ブースカとか小林さんとかウルトラセブンのシナリオ集を作ったんですよ。で、その当時若者雑誌だった宝島に送ったら町山さんから電話をいただいたんですよ。なんで宝島に送ったの？いや、だから当時若者カルチャー誌だったから紹介してもらおうと思って、紹介していただこうと思って、送ったんですけど。市川新司シナリオ集だ。シナリオ集。夢回路だっけ？そう、夢回路。夢回路、はいはい。怪獣ブースカとか。そうなんです、はいはいはい、それをその宝島さんで紹介してたのかなと思ってあったんですよ。それで俺がちょっと来てって言ってあったんだっけ。そう、まあ、ちょっとその後でしたけど、ちょうど編集者辞めるときに、その町山さんと会って、で、ベクサス宝島の在日朝鮮人の本を作るって話だったんですよ最初ね、ところが話してるときに、なんかウルトラマンの話とかで盛り上がって。違う。え、違った違いました。違う、ね、あれはね、ウルトラマン研究除雪っていうね、クソ本が出たんだよ。いやいや、それはね、それより後ですよ。後だっけ、ね、そうだっけ。要するにウルトラマンの話で盛り上がってるうちに、在日朝鮮人の話がなぜか流れて、で、石たちのハリウッドって本作ったんですよ。あっちの作品？映画宝島っていうのを作って、そこの中で一つだけ、そうハリウッドに、その要するにこう、ハリウッドっていうのはいろんな人が作ってるんだけど、一つだけ日本の話を入れようって言って、沖縄から来た人がウルトラマンを描いてる、当時沖縄日本ではなかったって、そうしてて、一つ入れようって言って、それが割と人気投票的に高かったんで、ちょうどその時にウルトラマン研究所説があって、町山さんが許せないとか言って、怪獣学入門っていうのを次はぶつけようぜみたいな話になったんですよね。燃やせみたいなこと書いてた。前が気に入る。いいのかなとかね。いいのかなとかちょっと。自由じゃん、本燃やすのなんてるんですよ。ナチだってやってるんだから。違うか。それ自由の逆だ。それファシズムだ。はい。そう、前書きに書いたんですよ。ウルトラマン研究所説焼き捨てろとか言ってね。ね、全くヒットラーみたいな。どういうことを言う人が。どういうたもんだよ。ね、言論の断絶じゃないかって、ね。自分で言ってるくせに、ね、はい。そういう本でしたけど、ね、はい。はい。あ、そっかそっか。それあそこでは何書いたんだっけ。いや、すみません。それは怪獣怪獣って後にシナリオライター論の原型になる、金城哲夫さん、上原翔さん、石川新司さんのウルトラマンのその脚本の話を書いたんですよ。そうかそうか。で、それもアンケートで割と上位だったんで、本にしようっていうことで。あ、そうか。で、僕はもう町山さんが、要するに全くの無名の人間ですよ。20代の、まあ、童貞に毛が生えたような、そういう人間の本を出してくださったから今僕がライターやれてるんで、本当にもう僕は恩人なんです。あれ何年だ、はい、最初の怪獣使い。93年ですね。93年か。あ、ストもそれで20年前か。もう21年前。そうですよね。すごいね。かなり。あの時2人の間に生まれた子供がもうねっていう感じで、あの本自体がもう成人してんだ。いや、そうですよね。すごいね。で、その本のその直後に2冊目で、お前はウルトラマン書いたんだから次はこれだというのが最近できたという。なぜか。なんでそこそのなんでそんなに長いんだよってさ。町山さんの、ね、構想が壮大すぎて、だって僕はでも自分の書けるとこだけで書けばよかった。要するに大学時代から市川新司さんとか上原翔さんってウルトラマンのシナリオライターだった人に会ってもらってて、で、蓄積があったんですよ。それをやっと素人の僕が一冊の本にまとめることができたんですよ。それを町山さんいろいろ言われながら、ね、言っていただきながらね。で、それでできたら今度本田さんの本っていうのはね、ちょっと当時の僕はほとんど素人に近かったんで無理だと。ちょっとでも分かるところだけで書けばよかったなと思ったけどね。ただあの時どうしても急いで出したかったのは、やっぱりクソ本があったからなんだよ。タイトル出すといろいろ差し障りがあるんで出さないんだけども、本田四郎監督にインタビューした本がその当時出て、で
それは本田監督にインタビューしてるにもかかわらず、内容を読むと本田監督はただの職人で雇われ監督であって、そのゴジラシリーズっていうのは東宝っていうスタジオシステムが作ったものなんだってことに結論する本だったのね。書いてあるんですよね。そうね、本田さんは書いた人は、ね、いい人なんですよ。ナイスガイの、まあ、まあ人としていいかもしれない、ね、人としていいかもしれないんだけど、うん、まあ、内容的にはそういう本だった。そうで、それがすごく政治的に非常に困ることになった。本田さんは、まあ、ある程度なんていうか利用された形になっちゃったのがいい人だから、私はそんなに大した人ではありませんと、で私が作ったんじゃなくてみんなに作ったもんですっていうふうに言う人なんです。あんまり私のことを特別な人のように言わないでくださいねとか言う人なんです、ね、そう謙虚だから、だからそれによって彼自身も戦わないもんだから、どん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 本田監督っていうものの、その作家性がそのゴジラの中に占める大きさってものをちっちゃくちっちゃくされていったんですよ。でだからその時に俺はその切通君にそれは絶対違うと、あの俺たちが好きなゴジラ映画っていうのは本田さんの作品だし、ゴジラが出てなくても本田さんの作品だったら好きなんだから、これは俺たちは何が好きかっていうと、ゴジラが好きじゃなくて本田さんが好きなんだよと。実は俺たちはゴジラ映画を見てるって言ったけども、そうじゃなくて本田さんの映画を見たかったんだよ、そういう本を作ろうよってことでもって、その本田監督の奥さんに会いに行ったり、二人で会いに行って、で最初からなんで奥さんに会いに行くのかなと思って、バカじゃねえの、なんでわかんねえんだよ。いやそれで、でも奥さんなんでわかんねえ。いや、和島さんと一緒に奥さんの話を伺って、はあ、なるほどっていうね、はい、ところがありましたよね、はい、で奥さんもね、本田さんの作品によく男勝りのヒロインとか女性記者とかね、そうそうそう、あと本田さんのデビュー作の青い真珠っていうのもアマゾネストみたいなところなんですよ。もう男が生まれると捨ててきたみたいな島で、アマちゃんじゃないけどアマさんがね、こう主産業になってる島なんですけどね、そういうねヒロインみたいなんですよね。そう、すごく男勝りの、すごくシャキシャキしゃべるっていうか、あの人自身が映画を作ってた人なんだね、うん、そうじゃん、スクリプターですよね、スクリプターだったのね。それで黒澤明と本田さんと、あと谷口さんっていうその 3人が友達、すごい仲が良くて、東宝の監督としてそのマドンナみたいな人だったんだね、うん、それで勝ち取ったのは本田監督なんですよ、そのマドンナを、ね、その辺は池田健章、そう池田健章さんが、あのからも俺も直接聞いたことあるけれども、黒澤明さんと本田四郎さんっていうのは同じ助監督仲間だったんですよね。で奥さんがスクリプターっていうの記録係でいて、で黒澤さんがその後の本田さんの奥さんになる人が好きだったっていう話を池田健章さんから町山さんが聞いてて、そういうことがあったから奥さんに会いに行けって話があって、俺はなんで奥さんに会いに行くのかなと思ってたんだよ。だからさ、俺としては、ね、俺の映画作家論っていうのは、基本的に映画作家が映画作家じゃなくてただの映画監督かの差っていうのは、その映画に本人の個人的なことが出てるかどうかっていうことなんで、で本田監督がそのただの職人であって東方の雇われだって、ゴジラっていうものはその集団で作ったものだっていうことに対する反論は、本田さんの個人的な部分っていうのはどれだけゴジラに出てるかっていうのを見るには、やっぱね、奥さんに会うのが一番だなと思ったんで、ね、それは人会うとやっぱ分かるじゃん。そうですよね、要するに東方特撮円谷作品に共通して出てくるのはシャキシャキした女カメラマンだよね。そうなんです。我々は本当にモデルがいたんですよ。奥さんがそういう人なんですよ。だから必ずこう、みんな言っても分かんないと思うけど、サブリナパンツと履いてるよね。ああ、そうですサブリナパンツって知ってる人いるかな、今。あ、本当にいないですね。手を挙げたしてます。ちょっといますね。要するに昔はそういうね、行動的な女の人はパツンパツンのお尻の線が出るパンツを履いてね。あ、そうですよね。そう、で、だウルトラ Q に出てくるね、桜井ひろ、そう、ね、みたいなキャラクターっていうのは東宝の、なんていうか、ヒロインの形なんですけど、まあ、ウルトラ Q もね、助監督だった梶田浩二さんがスタートさせた、ね、あ、そうですね、そうそう、そういう、なんていうか、それまでの日本映画に出てくるようなキャラクターとちょっと違う女の、要するにもう男勝りでね、それで頭が良くて、で口が切れて、ね、バシバシバシと言ってね、要するにスクリプターになる前は違う仕事をしてたんだけれども、その時からもう OL の走りで、うん、ただそれだけで珍しいからって言って雑誌の取材とか受けてたらしいです。働いてる女の人は珍しいからね。そうそうそう、それだけで、そう、だからそういうキャラクターはもう、そのもう本田さんの作品必ず出てくる。本田さんの作品出てくる女の人で、もう本当にただの添え物っていないんでね。ああ、確かにそうですね。非常に行動的で、その状況を変えていく人なんだけど、うん、その、まあ、原型が分かるじゃん、奥さんに会うと。そうですよね。全ての作品がそのシナリオライターとかいろんな人とか原作者とか全部違っても、その監督の作品全部に同じものがあれば、やっぱりそれは監督っていうのはその作家であるっていうことだと思うんで、それをまあ書いてもらおうと思ったんだけど、
まあ、そうしないと本当にどんどん埋もれていくんだけど、ただ海外ではすごく本田石郎監督っていうのはもう完全に映画作家として評価されてるんですよ。それははっきりと。だからそのヘレン・ロッターっていう人がそのヒチコクのように、うん、そうそうそう本田石郎を見てるっていうのは、僕はその本田さんの作品が好きで見てたのに関わらず、あ、そこまで俺は見てただろうかっていうふうにちょっと反省させられましたね。いや、間違いない。いつの話だよお前それ。やばいよお前。これ書いてる時じゃないよね。いや、違う。だからその昔ヘレン・ロッターの当時のほら、当時いつだ、あれですよ、フランケ・フッカーとかの頃で。あ、じゃあよかった、うん、1980年代ね。全然前ですよ。はい、よかった。うん、はい、うん、はい、うん、そうそうそう、はい、いや、だからそれはすごくヘレン・ロッターがそういうこと言ってるのはすごく重要で、ヒッチコックっていうのは映画作家っていう、だからその映画作家っていう言葉ってさ、僕書くけど、映画作家っていうのはこう言葉としてその普通名詞だと思ってる人がいるでしょ。映画作家って何かっていうことがすごく重要で、その映画作家であることを証明したかったんですよ本田。この本で僕が、この俺作ってねえけど切り通し君と作ろうとした本はそうなんだけど、それをちょっと言うと、これは実はフランスのカエデシネマっていう映画批評雑誌が作り出した言葉ですよ実際は。で、海外アメリカとかにも広まってって、一般に言われるようになったんだけど、映画作家って一体何かっていうと、その普通の映画監督とは違うんだっていうことですよ。で、どう違うかっていうのは、その人の作品は画家が絵を描いたのと同じであるっていう考え方。詩人が詩を描いたのと、詩とか絵と同じものをそのとして映画を作る人を映画作家っていうんだと。あと小説とかね。で、他のその映画っていうのはだいたい建築物みたいなものなんだと。建築物であれば作品と言えるのかっていうと、いろんな人がやってるわけじゃないですか。そうじゃなくて、でも最終的に出来上がったものはその監督の、詩みたいなもの、絵みたいなものとして出来上がる人を言うんだけれども、その時にそのフランスの批評家たちが例として出した映画作家とは誰かというと、ヒッチコックなんだよ。ヒッチコックは映画作家なんだよ。で、じゃあ他にもいっぱいいるんだけど、監督は。でもヒッチコックだけは映画作家なんだよ。あとジョン・フォード、あとまあ何人かいるけど、まあハワード・ホークスとかいるけど、で、この3人がまあ大体映画作家と言っていい人。でもハリウッドってのは映画会社だからさ、東宝と同じスタジオシステムで実際作ってるわけでしょ。ねえ、スタジオはプロデューサーが作ってるわけじゃない、映画が。で、この人が他の映画作家と一番決定的に違うのは何かというと、何でしょう。わかる人。最終編集権ですよ、決定的なのは。ファイナルカットね。ファイナルカット権持ってるかどうか。映画の完成した映画っていうものは、他のハリウッド映画とか日本のスタジオもそうだけどね、プロデューサーは最終的な映画の仕上がりっていうのを編集権を握るわけですね、実際は、ね。で、最近のアメリカ映画とかは映画出来上がると観客に見せてアンケート取って内容変えちゃうんですよ。あ、でもこの3人は最終編集権、ファイナルカット権を持ってるんですよ、ね、すごい少ない。で、本田さんはそうだったんですよ。うん、それで僕はそういう今言ったね、町山さんの映画作家の概念を知らなかったんだけど、でも季節してこの本の中で僕が結構繰り返し書いたのは、最終編集権本田さん持ってる、 そしてそのことに対して日米合作やった時も契約書を盛り込んでもらうぐらいそこにこだわってたって。それはファイナルカット権がなければ本田さんはやらなかったんですよ。ファイナルカット権を持ってる人、逆に映画作家じゃないっていうのはおかしいことなで、日本では割とそれは持ってるんだけれども、でも持ってるけれども実は人にやらせる監督が多くて、東宝でもやっぱり黒沢とか本田さんとか成瀬幹雄とかごく限られた人が自分で編集することもこだわっていたらしいんですよね。そうなんです。で、特に本田さんの場合にはその本編と特撮を撮ってて、それを有機的に融合させなきゃならないんで、それは彼にしかできない技術だったんですよ当時。もう全然わからないわけですよ。こう会場がこう暴れてて、そこで切り返してそれを見てる人のカットが入ってるっていうふうにやるんだけども、メソッドっていうものはそれ以前に存在しないんですよ。
だから他の監督が円谷さんという特撮監督とやるときには特撮が何秒とか本編何秒っていうあの割り方をしていくんだけど、本田さんはもうちょっと入り組んだ形でわっと驚いたみたいな、そういうリアクションがいけるような形にしていったりとかするから全然違うんですよね。そう、両方をやっぱコントロールしてて、だからこれはなんかすごく面白いんだけど、アメリカなんかもその昔は特撮だけじゃなくてアクションシーンっていうのは全然監督が演出しなかったんですよ。昔アクションシーンを監督がコントロールするようになったのってつい最近なの。あ、実はその60年代終わりぐらいから、でそれまでアクション監督ってのは全然別だった。日本も結構チャンバラそれやってたりしてる。あ、そうですよね。だから東映のヒーローものとかもあとはアクション監督を任せみたいな、ね、そうそういうことがありましたよね。そうそうそう。でも本田さんはそれだと繋がらないから両方やらざるを得ないってところがあってやってたんで、それ決定的に違うんで、特にゴジラ一作目は要するにゴジラっていうものの、その、ドラマ部分をその本田さんがやって特撮部分を円谷英二がやったっていうふうに一般に思われてる。 それではその時は完成しないんだよね、映画は。だからここに書いてあるけども、うん、あれは本田一郎監督作品で全部やってるんですよね、基本的にね。そうなんですよ。だから最初はゴジラっつってもその加山茂っていう幻想推理作家の人が原作者なんだけれども、ゴジラどんな姿をしてるかっていうこともその段階ではまだはっきりとは決まっていなくて、じゃどんな風なやつが出てきたら怖いのかとかね、そういう皮膚感覚をどうするかとか、そういうことを考えていくうちにですね、実は本田さんがあの日大にあの自分のシナリオとかコンテとか資料を全部寄贈して、それをまあ本田家の許可を取って僕と町山さんが見に行ったんですよ。すごい資料があって、ね、あったんです。それを見るとそのゴジラが生まれるまでに本田さんはどういう過程でそのゴジラっていうものを生まれるようなアイデアを入れてったかが分かるんですよ。でそこにねコンテとか当時の批評とかを貼ったスクラップブックがあって、そこに本田さんが書いてた文章をそこのこう調べながら町山さんがほらなって言ってこう読み上げたのがこの本の一番最初にあるところなんですけど、批評家には誠に不評だったが国外特に米国の映画業者には批評家がナンセンスといった動物が放射能光線を吐くことこそ映画的アイデアの勝利として買い付けていった、そして大当たりを取った、百科事典にまでゴジラの名が載るようになった、ほらなというふうに町山さんが言ってたのをちょっと思い出したね。この本の一番最初に載せたんですけどもね。え、でもこれ読むと、それだから本田さん その資料を見るとそのゴジラがその、要するに炎を吐くっていうんじゃなくて光線を吐くみたいな形でその背中が背びれがね光るっていうのも本田さんのアイデアだったってことを書いてあるんですけど、あれ反対されたの？いや反対はされないけどやっぱりバカバカしいと。あ、でも反対もあったみたいですよ。やっぱさすがにちょっとこう放射能を吐くってくだらすぎるんじゃないかっていう声が結構あって、うん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 、で批評家っていうよりはどちらかというと内部からあったみたいですよね。あの背びれが光るか光らないかっていうのはものすごく大きい。大きいですよね。大きいよね。だからこの間 あのハリウッド版ゴジラでとにかく何がかっこいいってさ、あの放射能回を吐くときにチャージするんだよね。あ、そうですよね。うーんってとビビ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 ってうわーバーッと吐くじゃん。それをためそれをですね脚本家の高山彦さんっていう人の前でね本田さんがやってみせた。あの演出は本田さんが要するに最近の映画テンポテンポこれがこう切り替えが早すぎると僕のゴジラってのはこうなんだとかってやってみせたっていうね、それはちょっと痺れましたね。あれはだからまあ中島春夫さんは実際演じてるけどあのぬいぐるみなんか入って、ただ本田さんっていうのは全ての役者の演技を自分でやるんですよ。あの人自分でだからこうなんかこういうつけにブワーッとか言って悪役ブワーッとか血を吐いて死ぬとかとかいう顔も自分でやるし、そうあとあのヒロインとヒーローがのラブシーンとかも両方の役をやる、エッチなシーンもやってるからめちゃくちゃおかしいんですよ。であの東方に行くと昔はそのスチール写真って撮影中にずっとシャッター切ってるんですね、あの、現場のスチールマンっていうのは宣伝マンのスチール係の人が、それネガがねずっと連続でネガが連射してそのネガをベタ焼きっつってネガ全部焼いたやつっていうのをあのファイルで見れるようになったんですよ、昔東宝では。今は見れないんだよね、うん、今あんま見れなかったんですよ、ね、あんま見れない、はい、でもそれ見ると本田さんが一人でラブシーンをやっててめちゃくちゃおかしいんだよ。本田さんと本田さんがやってるのうわ監督何してんですかみたいな感じでやってて、あと女優相手にねこうやってやってて、そうそうそう、ね、その次の方と女優の役をして男優とこうやってやってんだよ。何でもやんなこの人はって思ったけど、そうですよね。で怪獣の振り付けもやってるんですよ。だから特撮シーンにものすごく関与してるわけですよ。ね、アンディがそうだよ。
アンリーあのハルクやった時にハルクのうわーって全部アンリー監督やってんだよ。あ40過ぎて、あと怪獣がバッて出てきた時に、うん、それまでは割と俯瞰全体像のショットが多いんだけど、はい、怪獣がガーッて出てきた時に、うん、そのコーチモンコがキャーとかいうところって、はいはいはい、ほとんど同じサイズで切り返すじゃないですか、はいはいはい、普通だったら巨大感を出すためには、うんうん、巨大感が現じちゃうんじゃないかっていう発想なんだけど、うんうん、すると思うんだけど、そこでパッて切り返すことによってあの瞬間ゴジラバッとこう見てる間に入ってくるって、うんうん、ああいう緩急もめちゃうまいですよね、本田さんって。あの叫んでるのもあるんでね、本田さんのあの願いの中で、ね、そう叫び方とかも全部コントロールしてて、本当にすごい、もうなんていうかトータルコントロールの監督だった。音響をすごく本田さんってあの意識していて、ミニチュアが壊れる時の効果音と音楽が被らないようにとか、そのちょっと高低差を気をつけたりとか、あと基本的に本田さんの映画って一旦怪獣が出てくると、あの有名な伊福部昭の音楽がずっと流れてるんですよ。流れたり流れなかったりしてない。その間に普通だったら人間が映るとそこだけ途切れたりするじゃないですか。リズムがある編集にしてるから、ね、そうそう、だからずーっと流れてるんですよ。だから福部明のものすごく書きやすかったって、状況に音楽がつける、心情芝居に音楽をつけて観念的な注文とかを一切受けないで状況にひたすらつけていくことができるからものすごくやりやすかったって言ってますね。それはもう細かい編集してるからで、まずだから映画作家の条件っていうのは編集を最終的に監督がやってるかどうかっていうのと、もう一つはこの人たち、ハードウォークスもヒチコクもそうだけど、これ全部毎回映画ごとに原作違うんですよ。原作バラバラなの、ヒチコクさんで、脚本家も毎回違う人を雇ってるほとんど。でも全部同じテーマになるんですよ、ね、で本田さんの作品もそのシナリオライターもいつも違うし原作者も違うんだけれども、まあ同じテーマなの、うん、ある程度共通した人が交互にやったりはしてるんだけれども、でも違う人、もちろん若干、もちろん若干というかかなりシナリオの個性は出るんですよ、うん、それは馬淵薫さんとしては比較的シリアスでハードで、関澤慎一さんとしては割とオーラが明るい楽しい感じなんだけど、でもその中に強弱をつけるポイントっていうのは同じ、うん、同じなんだね、キャラクターが。だからすごくスティーブン・スピルバーグっていうのは映画作家なんだけれども、あの人もシナリオは全部違うんだよね。あシナリオライター違うし原作も違うじゃん。じゃあ映画作家じゃないのかって言ったら映画作家なんで、うん、だから E.T. のことがすごく重要で、 E.T. ってのは自分でシナリオ書いてないから。あでもあれは E.T. はスピルバーグの映画じゃない、うん、スピルバーグの子供時代を反映した映画であって、スピルバーグの個人的な気持ちを反映してるけど、スピルバーグじゃない人がシナリオを書いてるんだよね。だからシナリオに対する捉え方なんですけれど、旅館にこもって本田さんが徹底的に自分の子供にしちゃうんですよね、シナリオライターと一緒に話して。だからこう初稿から撮影こうあと実際に出て映画を見ていくと、うん、どんどんセリフが変わってきて、うん、一番多いのは説明的なセリフを徹底的に、うん、ちゃんとこう芝居の中のセリフに全て置き換えるようにしていて、徹底的に馴染ませるようにやっているってことをやってますよね、うん、そう。でそれは資料として全部そのシナリオに書き込みしたやつとか第1個第2個全部残ってるから、それ見ると分かってくるんで、だそういうことを証明しようとして、こういう本を作ったんですけど、あとこれから具体的にそのじゃあその本田監督がその全体を通して、作品全体を通してじゃあ何を言おうとしたかっていうことをちょっと語っていきたいんですけど、僕がすごく印象に残ってるのはなぜこういう本を作ったりこういうことやってるかっていうことを全体になってくるけど、日劇東宝でゴジラやったのいつだっけ、79年だっけ、あの時にゴジラ最上位、久々の最上位ゴジラ大会っていうのがあって、うん、キングコング対ゴジラと怪獣大戦争と、あとゴジラ対メカゴジラの3本立てがありつつ、初代ゴジラから最後のゴジラ、その時点で最後のゴジラ、それがガス人間宇宙大戦争の SF 特撮映画を日替わりでどんどんやってったんですね。それまで浅草東宝とかちょこちょこやってたんだけど、まとめて一気に全部見れるといいスクリーンと そこで後の町山智博とか三浦純とかそういう人が毎日通ってたっていう、そういう三浦純入り口のところの間ってゴジラのあのあなぜかなくなったっ、ね、人形盗んで逃げてとんでもないよ俺。あれ当時ニュースになりましたよね。ニュースになったよ。それで俺三浦純に初めて、生まれて初めて会ったのが1984年のゴジラ、復活の時にゴジラ復活に合わせて本を作るってことになって三浦さんのところに行って初めて会って、したら「もちゃもちゃさ」って「ゴジラ好き?」っつって「いや好きだからこういう本作るんですよ」っつったら「二次元行った?」っつって「行きましたよ」って「あの時さゴジラ人間亡くなったじゃん」っつって、で「うちなんだよ」っつって出してきたおいおいおっさん
になったからだけど。時効って何？時効って何？泥棒なんだよね、あの人ね。本当に困ったもんだけど。いや、それでその時の町山さん、その時に見て、一番ゴジラ、まあ、見たんだけど、その前に NHK の放送してたの、一回。それあとね、あの、民放でもやりましたよ、僕の小学校4年生ぐらいの時に。そうだよね。土曜の夕方に、ね。でも、みんなで見てる時に、そのゴジラマニアばっかり集まってるところで見てる時に、あの宝田明扮する主人公の尾形っていうその、まあ、イケメンの男がいて、ね、サクマシイケメンの男がいて主人公ってことになってるのね。で彼がその山根博士っていう古生物学者、まあ、恐竜の研究家の志村隆に向かって、でゴジラが暴れてると、であんな怪獣をほっとくわけにいきませんって、まあ要するに殺しましょうみたいな話をした時に、その山根博士が帰ってくれたお前って言うんですよね。でその時にそのこの主人公尾形っていうのはゴジラを倒すべきだと思ってるけども、全く感情移入できないなと思った。その時に劇場に集まってるだあのなんていうか、まあ、何千人ぐらいかね、そんなにいないか、西湯ってどのぐらい入ったんですか、ね、でかすごいでかかった、多いですね、ものすごいでかかったけど、の中で今ここの劇場にいる誰一人としてゴジラを倒すべきだと思ってるやつはいねえと思った出て行ってくれたまえっていうのは全く俺の気持ちだった。そうじゃなくて出てくれたまえ、出てくれたまえって思った。で、ゴジラ倒すべきだと思って、今この映画館から出て行けと思ったけど。でも尾形っていうのは普通の人なんだよ。まあだってまともにゴジラが壊してたらそれは倒してほしい。だから彼は物語上の主人公じゃない。ヒーローじゃない。ヒーローですか。でゴジラ倒すべきだと思ってる人。戦員ですからね。ね。でも俺の友達じゃねえじゃん。そこの劇場にいる人じゃないじゃん、うん、でこの違和感ってすごくあって、その時なんでこんな違和感あるんだろうと思ってたんだけども、1984年にゴジラ復活の時に、撮影現場に行ったんですよ。でそれはエキストラとして出るっていうことで、まあ、マスコミ全部呼んでたんで行って、で記者会見の人覚えてる、あのタクマシンがこんな怪獣許せませんって言うんですよ。ゴジラとかそんな怪獣許せませんってタクマシンが言うんだあれはよくありましたね。もうムカーっときて、俺現場にいたよ、俺記者として役でそこにいんだけど、何言ってんだこの野郎って言うよそんなゴジラ許すとか許さないとかの問題じゃないじゃんそれ。俺もおかしいと思った、あれバッカじゃねえなと思ってさショッカーじゃないんですからね。そうそう、ショッカーじゃないんだから許すとか許さないとか何言ってんだろうこのバカと思ったけど、でもあの時に違和感は尾形に対する違和感と同じだったわけ。ああ本質的にはそうかもしれないですね。ね、あんなテロリスト許せませんとかと全く同じ言い方じゃない。ああね、確かにそこに決定的に結露してるのはゴジラに対する共感だよね、うん、でもところが怪獣映画ってのは怪獣に共感する人が見に来てるよそうだから今日ここに来てる人はみんなそうなんだと持山さん思ったんですよね、日劇で。そう思ってるだけ日劇で、うん、でゴジラ倒すべきなんて思ってる人誰もいねえよっていうね。でそっからすごくいろいろ考えてって、そのゴジラ宣言って本を作ったんですよ。ですごくゴジラ映画ってのは他の映画と違うのは、破壊者であるそのゴジラとか怪獣っていうものを観客はやっぱり応援しなければ成立しない娯楽なんだよね。ゴジラ宣言っていうのを開くと全てを踏み潰せとかなんか書いてある。あれ松山さん書いてあるんですか。あれたくましを踏み潰したってたくましふざけんじゃねえと思ったんだねあの時で。確か思いましたねあれはね。要するにもう本当にただのなんていうの、一般的な社会の常識価値観の中で生きていて、この社会を守るべきだというところに全く曇りのない人だよね。一点の曇りもない、一点の曇りもなくこの社会の維持っていうものを信じてる男だよね。ね、そういう人は怪獣が見に来ないよ。あ、そりゃそうですよね。見に来ないよ。だから俺第一作のガメラを見た時に思ったんだけど、ガメラってさ、あれさ、子供はさすごくカメラを大切にしてんだよ、一作目で。それを埋めろとか言われて、その怒られて、なんか親を、捨てなさいって言われてすごく親を憎むじゃない。でその後ガメラが暴れた時に、自分のカメが暴れたんだと思っちゃうじゃん。思っちゃいますよね。でごめんなさいみたいな感じになって、あれが怪獣なの心だよね、うん、やっぱり辛い辛い気持ちがあって子供の中にさ、でもうみんな殺してやるみたいな気持ちになるじゃん。みんな壊してやるふざけんじゃない。それがその気持ちが実体化する感じじゃない。あとガメの対策ってそういうすごい怖い感じですよ、うん、ね、そうですね。だって子供の頃って願ったりするじゃん、学校なんか行きたくねえ、ねえ、ねえ、
学校なんかなくなっちゃえばいいんだ、思ったりするじゃん、その言葉。俺は思わなかったけど、学校に関しては。でもそう思ったりするじゃん。それは本当に地震とか火事があったりして、学校なくなったら、ごめんなさいって思うのは、それは俺の気持ちが実体化したんじゃないかみたいな気持ち。これはあの池田健翔って人と水木しげるがね、同じこと言ってるんだけども、普段威張ってる大人がね、ゴジラの映画で逃げ回ってると。気持ちよかったって全くその通りだよ、ね、言ってるんですよね。全くその通りで、水木しげるはもうゴジ初代ゴジラしかなかった時にね、何度も何度も見て、なんとかしてゴジラになりたいと、どうやったらなれるんだろうと思って、考えに考えに考え抜いて、ゴジラの体液を注射すればゴジラになれるかもしれないっていうことで、怪獣ラバンっていう漫画を描いてさ、人間ゴジラの先じゃないの、カシモマ、え、ラバンの先、そう、ラバンが先で、で、それがあれになって、鬼太郎の大怪獣の元の人間ゴジラっての描いてるでしょ。人間ゴジラっていうのもあるんですか。書いてなかったっけ、書いてなかったっけ、カシモマで、まあいいや、ありましたっけまあいいや、うん、そう、人間ゴジラっていうのは僕はこのショーの中でね、つけたタイトルですけどね。人間ゴジラってアイデアを水木さんがだから持って、うん、で、ゴジラの結成だったっけ、あれは最初は。そうそうそう、あの無理やりあの悪い科学者に騙されて、うん、あの注射させられちゃうんですよね。少しずつ巨大化してゴジラになるっていう、怪獣になるっていう話、うん、それで、まあ、あのゲゲゲの鬼太郎で、まあ、ゲゲの鬼太郎の話にしてるんですけど、うん、そうですね、この本の前書きの最後に、この本を読めば君もゴジラになれるって書いてあるんですよ何の本なんだよいや、だからそれは要するに、あの怪獣っていうものは全く自分と関係のない、あのなんていうか、天才とかじゃなくて、あれは俺なんだっていうことがあるわけですよね、うん、だからそれが要するにガメラのさっきの話もそうだけれども、あるんで、それがない人っていうのはあんな怪獣許せませんって言うんだよ、うん、そうですよね。だそういうやつは出てってくれたまえ